はい、こんにちは。ハーバード心理学やってまいりましょう。ブルホスです。今日は46日目やってまいりました。はい、テーマはですね、本当の目標を知るというお話になります。まあ、目標に本当も嘘もあるんかいっていうことなんですけどね。まあ、僕自身はもう20歳、19歳かの頃からずっとコーチングを学んでやったりしてるんですけれども、まあ、目標を立てるのに苦労をしたりっていう形で結構悩むクライアントさんっていうのが多いんですよね。で、目標っていうのはカーナビでいう目的地みたいなものなんですよ。だから間違えてしまうと全然行きたくもないところに着いちゃった。ここどこ？みたいなことってあるんですよね。だからそうならないためにも、初めにここに行きたいですっていう風に目標目的地を決めるっていうのも超のつくほど重要なんですよ。ただ一方で目標を立てるだけでは不十分だっていう面もあるんですよね。簡単に言うとどういうことかっていうと、目標を達成した先に何を手にしているのかですよね。だからお金持ちになりたいです、年収1000万稼げるようになりたいですって、じゃあ年収1000万円稼ぐことができる力を身につけた先に、実際に年収1000万稼げるようになったとして、その先にどうなってるんですか、あなたは何買ってるんですか、何をやってるんですかっていうとこまでイメージをしていくことっていうのが欠かせないわけなんですよね。で、そこまでのイメージをした上で、じゃあその年収1000万って目標って果たして本当に達成していきたいものなのっていうことが納得できて初めて意味のある目標になるんですよ。だからそこが結構抜け落ちてて、どうしたらいいのか分かんないなっていう人が多いという印象なので、目標の立て方っていうのを今日は一緒に学んでまいりましょう。はい。で、今日はキーワードですね、セルフコンコーダントゴールというものですね。僕も初めて聞いた言葉にはなるんですけれども、まあ、真の欲求に基づいた目標ってことなんですよね。え、なんなの？真の欲求に基づいた目標っていうと、簡単に言うと心の奥底にある個人的な信念とか強い関心からもたらされる目標と、これだけ聞いてもさらにちょっとよくわかんないなということなんですが、心理学者たちの研究によるとですね、このケロン・シェルドンという人とアンドリュー・エリオットっていう人がですね、セルフコンコーダントゴールっていうものを、まあ、自らの選択に基づいて自己と一体化、これ何かっていうと、あなたが過ごしていく一生涯添えていく人生において、もうそのものですよと、人生そのものですよっていう風に捉えてるんですよね。で、しかもその人生そのものを自分でこうしたい、ああしたい、ああやろう、こうやろうっていう選択に基づいていると、自分でこうやるんだって決めてる、人から与えられたものでないっていうことが重要だと。で、目標自体の捉え方が大切だって言ってまして、自分の素直な欲求に基づいていることですね。ああしたいな、こうしたいなっていう欲求に基づいていると。だからこうしなくちゃならないっていうような義務感のように追い詰められるんじゃなくてとか、それから他の人によく見せたい、モテたいとか、ついてきてほしいとかっていうような下心もあるわけじゃないと、自分自身がこれをやるぞっていうふうに選んだと感じることができるということなんですね。だから大事なのは、これをやろうかなってなんかこう思いつきで選んだっていうのでは不十分で、さらにその選んでこれをやって人生過ごしていくんや納得して感じるっていうことが欠かせないですよ。だから選ぶだけじゃダメで、選んだっていう実感自体も自分が感じれてなかったら意味がないということなんですね。で、目標の研究を進めていくと、さらにですね、こんなことが分かったんですよ。外的メリットというものと内的メリットっていうものがあって、外的メリット何かっていうと、例えば社会的な地位とか銀行口座の残高っていうものですね。まあ、要は目に見えてわかるようなものですね。それから内的メリットっていうのは何かっていうと、個人としての成長とか経験体験、だから旗から見たら成長したかどうかってなかなかわかりにくいと思うんですよね。自分がこんなことできるようになったんですよ、へえ、じゃあ見せてって言って、見せるのなんか難しいなとか、ね、同じ旅行先に行ったとしても、まあ、例えば会社の社長だったら、社長ってもう肩書きで誰が見ても会社の一番のトップだってわかるじゃないですか。ところが経験や体験って、同じ北海道に行ったとか沖縄に行ったって言っても、感動したとか、ただ寒い暑いって感じるだけの人とかもいるんで、これはまた目に見えない、わかりにくいものですよね。で、ここに質的な差異っていう、まあ、違いっていうのがあって、通常経済的目標、なんかさっきの銀行口座
の残高とかですねっていう目標は自らの欲求に根ざしたものではなくって外的要因から生まれるんですよね。だから人から評価されたいがためにやっているっていうことが多いんですよ。だから社長社長って呼ばれたりとか先生先生って言われたりとか銀行口座に1000万もあるんだよねってなったら、あ、ちょっと私どもの口座を運用しませんかって言ってなんか証券会社がこうスリスリってやってくるとかね。で、内的メリットによる目標っていうのが一体何なのかっていうのを見極めていく必要がある。なぜかっていうと追求していく方がこれを内的メリットっていうのはですね、長期的な幸福度っていうのを上げてくれるわけなんですよ。うん。だから社長になっちゃったら終わりなんですけど、経験体験とかっていうのをもう一回味わいたいからって言ってこう何度も何度も頑張ろうとか長い目で見てここまでにやろうっていう風に長い目で見て頑張ろうっていうそのモチベーションっていうのを維持してくれるわけなんですよ。ところがこの内的メリットっていうのがね、見えに見えないものだからこそ簡単じゃない話なんですよ。ね、だから人生で何をしたいのかとか、何を成し遂げたいのか、で、その欲求に素直になる勇気を持って行動につなげられるかどうかっていうのがキーポイントになってくるので、じゃあ早速目標設定をしていきましょうと、セルフコンコーダントゴールっていうものを作っていきましょうというのが今日のワークになっていきます。はい。でね、セルフコンコーダントゴールを設定しましょうということなんですけど、自分の目標を明確にして追求できる人になることを目指すんですよ。で、それっていうのはそうでない人と比べて、まあ、成功しやすくで幸福度が高いっていうのが、実験結果で出たりしてるんですね。で、その上で皆さん自身に自分自身に問いかけていただきたいんですが、自問自答してもらって人間関係とか遊びとか仕事において人生にとって重要な分野からあるいは心の底からこれがやりたいって思うことはなんだっていうことを問いかけてみてほしいんですよね。で、目標の種類っていうのは次の通りです。大きく3つですね。長期の目標か短期の目標か行動計画に関してなんですけれども、まずは長期目標っていうのを立てていく必要があるんですね。で、長期目標に関しては、まあ、大体1年から30年先くらいまでの長期間になります。で、これを達成したいなって思う具体的な目標を決めるんですけど、ハードルっていうのは、まあ、できれば比較的高めにしてください。で、成長を実感できるような目標と、例えば、ね、僕はバスケットやってたんで、最初はスリーポイントシュート、全然届かないと。ゴール下が精一杯。で、それが、フリースローラインから届くようになって、フリースローラインから2、3歩下がったところから届くようになって、最終的に3ポイント届くっていうような、成長を実感できる。最初ゴールしかできなかったのにな。あ、でも1年シュートを打ち続けてたら、6.75 メートル離れたところからシュートが決めれるようになったっていう、まあそういうのが実感できる目標が大事と。で、それから達成できるかどうかっていうのは、実は、成長実感できる目標立てろよとか、ハードル高い目標立てろよとかって言っときながら、達成できるかどうかっていうのは実はこの長期目標っていうのは重要じゃないんですよね。どちらかというと達成するために毎日コツコツシューティングをしているっていうプロセスに取り組むことの方がはるかに重要なんですよ。まあ、とか言いつつも初めから達成するつもりなく設定するっていうのは、まあ、罰ですね。達成するつもりだけど、まあ、結果達成しなくても OK って思えるような目標を立てることが大事だっていうことです。なので例えばですけど、会社での出世とか、子供を独立させる、まあ立派に育てるってことですね。とか、世間をあっと驚かせるような発明品を作るとか、まあ、こういった目標が長期目標になってきます。で、続いて短期目標は何かっていうと、長期目標を達成するために段階分けしたものをですね、1年とか1ヶ月とか1週間と1日ごとに何をしていくのかっていうのを考えることです。さっきの仕事とか子育てとか発明品の話でいくと、仕事だったら1年間の目標を達成し続けると、営業ノルマがいくらって掲げられたとしたらそれを達成し続けるっていうことですよね。で、子育てだったら休みの日に一緒に勉強する時間を作るとか、発明品なら毎日1個以上のアイデアを出すとかっていうふうに小分けしたものっていうのを考えて、それを達成し続けていくという話になります。で、さらにそれを行動計画に落とし込んでいくと、短期目標で書き上げた段階分けしたもの、目標これだ、毎日やるぞとか1ヶ月やるぞっていうふうに決めて、それをじゃあどうやって行動予定に組んでいくかっていうのは行動計画なんですね。それはどのくらい取り組むのか、何日間取り組むのかですよね。で、何時に取り組むのか、まあ、朝の8時からやるとか夜の12時からやるとか、でどのくらいの時間をかけてやるのか、誰とやるのか、場所はどこでやるのかっていう風に、短期目標を継続的に行い続けて長期目標を達成するためのどう
やるかっていうそのハウの部分ですねっていうのをここで行動計画として組んでいくっていうことなんですよ。だから立てる順番っていうのは長期短期行動計画ってこういう順番で立てていって、で行動計画を元に短期目標を実行していくっていうそういうイメージになります。で目標を書き出すことができればいつから始めるかスタート日っていうのを決めてみてください。今が多分2月の15か16日くらいにこの動画上がると思うんですけれども、じゃあきりよく3月1日から始めようとか、もうこの動画見たから思い立って今日からやるとかね、そういう形で始めてみてください。で自分の突き動かすための目標っていうのがなかったら、残念ながら外からの圧力にこうやれやれって押し流されてしまったりとか、あるいは漠然とした不安、このままでいいんかなっていうものを抱えたまま生きていくことになります。で外からの欲求に応じた受動的な生き方をしてしまうのか、まあ、するのか、あるいは積極的に自分の欲求を叶えるために生きていくのか、どちらの方が幸せだっていうのは人によって違うんですけど、一概には言えないですよね。ところが健康的で長く寿命、健康的で寿命を長く生きていくためには自分で選択する方が、そうじゃない人よりもはるかに可能性が高いっていう実験データ出てます。過去の動画で僕話してます。なのでそれも加味して考えてみて、目標っていうのがあなたの人生にとって、生活にとって必要なのかどうかっていうのを判断してみて、取り組んでみてください。はい。ということで、今日の動画はですね、以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。